チームでポイントは出てないし、何のポイントこれ。自分のノリじゃないな。チームのポイント、ああ、上にあったウィンとルーズの横にあるやつか。ここね、これいいよ、別にこれ。封殺されてたよ、最初。OK ですか、うん、はい。一斉の、ほい。違った。違ったでしょ、今。再生するのに合わせてからだな。え、再生する。押した方がいいのかなって今思っちゃった。じゃあもう一回、あれでしょ、やめとく再生するの方の再生するをせーのとしてでしょ。そうね。はい。はい。一斉の、せ。同じだろ、多分。読み込み開始。うん。これであれだっけ、なんか自動的に変わってくやつあるんでしょ、カメラ。あ、そうなの、それにすればいいんだよね。うん。どうやってやるの、それ。わかんない。自動なんてあんの、まだ。あ、見どころ。ん、見どころセット。何それ。見どころ。あ、止めちゃった。ちょっと待って、ミルコロセットってどれだ。ちょっと待って、操作確認します。うん、俺もしてるしてる。何ミルコロセットって。え、見て。あ、自動カメラオンオフは、ZL と R って書いてあるね。ZL と R。R なんだ。試しに。ん、わかんないよ。あれ、ZL と R なんてできないけど。見どころセットって自分で使う、やるのか。自動感染カメラオンオフ。自動ってさ、でもさ、二人で見てて違うもんね。違うか。試しに、うん、いや、違うでしょ。試しに、まあ、やってみる。どうやってやるの？ZL と、うん、Z じゃない、ただの R 押すんだけど、手応えないのよ。あの、左上の再生マークの下に、そう、で、出ると、オンになってるみたいな。うん。だから。確かに、倒した人に変わるのかな。うん。まぁ、ちょっと、最初これやってみるか。じゃあ、メモリ再生をやめるにして。同じのね。うん。じゃあ、俺はさっとアロに合わせてから、やってみるか。うん、これ一回再生やめて、うん、そしたら同じコードだな。同じ。とりあえず俺視点でずっと見ててほしいな、最初は。ないよ。うん。にゃだんにして、難しい視点は後で試すとして。にゃだんに変えて、はい。そのままずっと見てればいい。はい。解説が入るわけ？いや、の解説が、いや、見てほしい、俺視点で。俺視点でこの試合見て、ひどいことになってた。同じを見ながら解説してればいいじゃん。どこだ、わかんなくなっちゃった。まだ再生してないよ。再生してない。わかんなくなっちゃった。あ、こっちか。ここら辺だ。なんで。オッケーオッケー。はい。じゃあ、一斉の、ほい。これだから今日の初日でしょ、初日じゃない、初戦でしょ、うん、初日。じゃあカメラ俺に合わせて始まったら、うん、何番や、わかんない、上下どっかだ、上下じゃないか、うん、AB なんとか、うん、そう、敵だから、はいはい、そう、はい、いた、はい、あー、好きだね、うん、まだな、試し打ちもしないで来ちゃったからね、この日全然乗ってないスピナーを。あ、もう多分下から行ってる時点でちょっとね、不利なんだよね。これ誰にやれたか分かんないっていうさ、ね、ほんと誰にやれたんだこれみたいな。これね、味方がもうね、なんか乗り込んでってやろうっていう味方が。途中からいなくなっちゃってね。ここら辺まではなんか、いけそうな気がしてたんだけど。洗濯機いるぞ、下に。気をつけろ。うん、自分じゃ。ここ来たところで誰もついてこないっていうね。そうだね。うん、下が濡れてないとね。そうなんだな。なんか引いたけど。ああ、ずるい。
あ、引いたけど、これ求められてる動きじゃないからね、これね、スピナーが。中央を塗って押していきたいところだけど、インクも足りず足取られて、詰んでたもんね、詰んでたもんね、打たれてんのにもうね、あの吸盤すらあったから、吸盤でやられるより、あの、そうそうそう、刺激にやられた方が、そうそうそう、多少復帰が早いから生殺しにさせたから。ここら辺からね、こっちのチームの封殺が始まるから、動けなくなってきちゃって同じ感じでやられてる足取られちゃう。そうなんだよね。だからいやこれさ、ギアさ、あんまりまだね、なんか適切なギアつけてないでやってるからさ、ちょっとそうなんだよ、安全靴レース、そう入れたいギアが意外と入ってないからさ、そう特にスピナーとか、ほらまた後ろの吸盤にやられちゃって、吸盤の判定でかいんだよな。なんかあれでも俺離れたつもりでいた、あれはね分かってたの、後ろに吸盤があるのは。ここら辺からもううちのチームもう前に出れなくなっちゃってさここら辺からアドにやられたし、スピナーは痛いんだよ。スピナーじゃねえよ、スロッシャーは。もうみんなもう動けないの、こっから。このステージ意外とやる可能性のあるステージだなと思う。あの昔のさ、降りれないやられ方、うん、結構このステージをあるよね、時々ね。今だからオレンジが塗ってる範囲以上に塗れなくなっちゃうみたいなさ、裏がないからさ、この子もさっきのコクモイコンとかもさ厳しいよね、あそこら辺の。そうなんだよな。なんか狭いからまだなんとかなってるけど、なんか基本なんか狭くなったよね、全体的に。うん、ステージがなんか狭いと思ってると思ったより広い時はあるけど、なんか全体的に狭くなったからさ、それは逆転しやすいんだ。されちゃうんだよね、なんかなんとかないからさ。そうまあでもまあ、うん、まああの変にさ、あの例えばあのあれぐらい、箱フグみたい、箱フグってどこ、うん、箱フグ倉庫ってどこ、右と左があるの、中央と右と左って。箱フグってどうだっけ、路地がついてる箱フグ室内でしょ、室内ね。あれみたいな、あからさまな右と左と中央みたいな、あれ、ああいうの、あそこまでしちゃうと、まあなんか裏取ろうとするじゃんの、うん、でもまああんな感じではあると思うよ、今の面も。分かりにくいだけで、右と左があってってのはなってるとは思うけど、狭いからあの箱服以上にさ、左右の見れるんだよ。だからそう。右から来るやつ、左から来るやつの警戒ができちゃうから。それがね、あの、じゃあ、それ見るか。ああ、これかな。アロのポイントで言うと、758。758ってやつ。あの、これ負けてるやつ、そうこれ、あれか、ハンコで全滅させられたやつ。ああ、よく覚えてんね。そうこれ、うん、これがね、なんか今こう封殺してる感がすごいあるやつだから、これ俺してんでみようかな。またじゃあオチがちゃんとあるから、うん、再生するまでいった、はい、いっせーの、ほい。ハンコいたんだ。そうなんです、スピナーハンコ。他のみんな引かれてきたのと思って、誰か止めてよ。ああ、だから見て、そう、ぜひそのシーンを。そこ信用してるからと思ってさ。いやでもね、そこまではもうめちゃくちゃきつかったよ。
なかなかそっちの構成が良くて、ここでさ、もうこれ以上いけなかったもんな、最初は。もうスペシャル出してる敵がいてさ早くねと思ってまあこっちのさ、あの武器はあんまり打開力のある武器じゃないからさ、こうなっちゃったらどうすんのみたいなさ。ほんであれでしょ、これでアロのナイフ様来るっていうさ。ここさ、今だからさ、そっち側がやってるんでね、あの左右見てさ、あの上がらせないっていうのさ、あそこでできちゃうんだよな、このステージ。意外と見晴らしがいいし、狭いから変な抜け出し方できない。一応右左ここら辺あるんだけど、中央とさ右とあるんだけど、もうね、あそこ一応ったところで行ったところでさ、バレバレだからさ、これさ縄張りだからまだいいけど、これガチ辛いんじゃないと思う。あの、うん、エリアとか結構やだなと思った、これやってて。ここね、そう、このここでライパート入っちゃうっていう。最後おかしくないと思った。あのルートから来ると思わん、そうそうそう、味方いたはずなのにあのルートから来るっていうの確かにね、あの味方にあれだよね、背中預けてる動きだったもんな、あれは完全に音とかで多分分かってはいたんだろうけど、まさかさ、こっちめがけて走ってきてると思わないんだろうなと思ってさここでもう こっちはもう始まるわけよ、封殺が。で俺だからもう左見てるから、これ右と左と両方見てるから。スピーカーレーザー強いよなスピーカーレーザーじゃないけど、ここで左見えたからね。っここ、ここが俺と筆のあの戦いが始まるから、ここでもう見えるから、ここで両側塗りながら両側見てで、いい感じで押してくれてるから、これもう隠れてるの分かったからこれ投げてみるってね。で一回いなくなったら来るかなと思って、一回いなくなってみたら案の定来たから、もう一回ね、第二回目でももう音楽的にもこれで最後だから、もうあとはもう、いや遊んでようかなと思って。ちゃんとオチがあるからプレイ来ちゃうっていう目の前に筆が来ちゃうって。やるなって、やるなって、うん、あれ筆別に狙ってないから射線に入ってきたから倒せただけで。じゃあアロの活躍の試合でも見るか。辛いよ、あそこは。あそこまで行かれると辛いね。ちょっとなんかここ大丈夫かなと思った。ガチルールだと辛そうなのあるんじゃないかなと。これかなぁ。ん？ 1662 かな、そっちのポイントで言う。あ、多分そうだな。俺アップロードしてるもん。これだ。一緒の？これ、一緒のね。アロ視点で見ましょう。はいはい。じゃあ最初ね。はい、OK。いく？はい。一斉の、ほい。アロはどこだ？十字キー。カオに変えた後だな、これ。右か。いやー、なんかもうあれじゃん、仕上がってるじゃん、洗濯機。洗濯機。うん、いやすげえなーと思った。あのカメラ振りがもうあの振り返ったりとかできるようになってるから。いやだから強いよな、ほんと。ここよ、危なかったな、ほんと。よく生きてる。ここの逃げとか、これ俺の作った道だから、これ。あんた活用してるけど。これ俺塗った道だから、あれ。で、ここにいるよ。ここでさ、ここら辺で一人で頑張って戦ってたでしょ。
いやだからさ、いやだからキル取ってんのかなと思ったの。アロが10キル取ってるから、あ見たいと思ってこれ視点見てたんだけど、うん、これさ前半全然キル取ってないんだよね。そう言うほど、そうそう、あのここら辺で一生懸命一人で戦っててくれててさ、だからなんか入り込んできた敵を押し返したりとか、だから控えめに戦ってるからさ、え10キルすんのかこれと思ってずっと見てたんだよね。本当にこれそんなにキル取る、あれ俺間違えたかなと思ってさ試合。どっちかっつったら俺が結構押し込んでる感じでさ、ここまでちょっと戦ったんだ。でこっちちょっと俺の視点見るんだけど、アロがね復帰してる間に俺はちゃんとキルを取って、うん、で戻ろう。だからさ結局だからこっから復帰してまたこうやって入り込んできてるやつをさ、こうまあ定期的には倒してるけど10キルっていうムードでもないよねこれね。なんか半信半疑でこうさ、あなんか違うやつ見てるのかなと思ってさ、こう見てたんだけどさ、そうあの自陣が結構塗られちゃうから意外とここら辺塗り返してナイス玉飛ばしてっていうすげえ控えめなプレイ、うん、キルリーダーとは思えない控えめなプレイをしてるんだけど、ここ俺が挑んだんだけどやられてるっていうね。だからハイパーショットとこれあの両方でしょ、ジェッパでしょ、でここ3人来ちゃうっていうところで綺麗に、でしかももう一人いるのを倒してのワイプアウトだなこれね。で3人キルしたもんだから3人一緒に上がってくるんだよ。それに目がけてこれ危なかったんだよ。入りかねない、3キル取れかねないナイスゾーン。でもまあでも結局自力です今の3人全部倒して、あそれは10キルいくわと思って、いやー怒涛の、いやーここ厳しいなー、下と下に行っちゃったのがね、うん、かなり厳しかった、うん、で敵上だなと下、一発当てたけどダメ、いやこの試合面白かった。はぁ、あ、何と思ってずっと見せた。いやこれは良かった、これだった、あのまあ実力もありつつの、あの、ラッキーキルではあるけど、結構面白かった、これ。これかなぁ、さっき見てて、うん、まっと思って見てたの。戻りまして、1274だね。俺が最後、スピナー最後だったやつは。ゴンズイ地区の1274ポイントのやつだね。これまたアロ視点で見ておこうかな。オッケー？いいよ、いいよ。はい。一斉の、ほい。一番右は。ここか。いやー厳しいよね。バケツは、バケツっていうか洗濯機は、無理が。まあでも結構、あれだよね。無理は、みんなより乗ってるからね。いや頑張ってると思うよ、それは。あの、この武器で塗るのすげえ大変だからさ。すごいっす。あれは、めちゃくちゃ頑張ったよ。今の最初のところ。あの狭い場所で、あ、焼いちゃうっていうの、カニに。カニタンクなんとか。カニタンクなんとかさんにやられちゃうって。カニタンク大好き。強いなぁ、このステージ。ガロンだ。あ、ゴーリーと思ったの？そっちと思ったの？でもまあ、ドリンク飲んでたからね。ドリンク強いよなぁ。俺あのアロやられてるのとかも見てるからさ、
塗りで支えなきゃと思って。さ、な、前線下がらないように一生懸命塗ってる、ここら辺。やばい、行った行った。あ、死ぬから。あの人死ぬから、あの後。はい。でもまあまあ、もう、あれ、いいのいいの、計画通りだから。残りの3人が、上がってくれると思ってるから、塗りながら。いいね。低くない?おい。そう、あそこにも当たっちゃう。上にさ、屋根が上にあったから。うまい。おお。いいね。炭酸、危なくね。炭酸、ちゃんと使って戦えてて、いいよ。行ったの送ってくれてんのな。ナイスまで。でもちゃんと帰ってきたんだよ、俺これ。ここ、ほら。二人で倒して。ちゃんと仕事に戻って、もう全ここうめえなと思って、そうそう、だからこれ見たかったんだよ。2発ちゃんと入れて、パッキンパッキン。いや、なんか強くなったけどさ、やっぱ芯入れられる人が多分これは強いよ。うん、なんか抜けてってるって。あの、カニタンクの人が抜けてってる。そう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 。でもまあ、怖くないからね。それはね。ああ、塗りポイントナンバーワンなんだよな。よく塗れるよな。塗り強くなったのかな?可能性あるね。いやー、でもまあ。インクのやつ積んでるからね。インクのやつ。ああ、いやいやいや、多分そういうのだと思うよ。洗濯機そんなに塗り、一生懸命ちゃんと無駄なく塗らないと塗りポイント稼げないからね。ああ、線塗ってんのすげえな。あ、お気に入りとかあるんだ。さっきつけたからよかった、お気に入り。え、どこにあるの？ Y ボタンでなんかピンがピーンって、なんかその自動視点でちょっとできないかな。なんかさ、このメモリープレイヤーの再生する試合選ぶとこのさ、右上にさ、通報ってあるのちょっとやん。通報通報っていう。再生のところ、あの、選ぶじゃん。じゃあ、この試合ねって選ぶ。え、ないよ。ある？この右上に通報ってある。ある？え、どこどこ？ Y ボタンでバトルメモリーを再生ってやる、選ぶ画面の。ん？再生するやめとく？マジで、うん。違う、その前だね。選ぶとこも、ほんと。ほんと選ぶとこ？いや、わかんない。メモリープレイヤーのとこにある？バトル、ん？バトル戦績？バトル戦績だね。そう、あ、バトル戦績と、あ、Y ボタンのやつがあんのか。あ、ほんとだ。ほんとだ、通報ってある。あ、ほんとだ、プレイヤー選べる。これあれなんだ。バトルメモリーから通報できるんだ。じゃあ。明らかにあれでしょ？これ多分。あ、そうだ、そうだ。不適切なニックネーム放置。あ、戦績の方で見ちゃってたのか。メモリープレイヤーで見てなかった。バトル戦績の方で選んで。うんうん。そっちの方が選びやすい。いや、俺、いや、こっちの方が多分選びやすい。あれでしょ？チーム名見れるよね、これね。こっちは。チーム名っていうか、メンバー。バトル、メモリープレイヤーの方さ、うん、見れねえんだもん。あ、見えないんだ。あ、なるほどね。あの、選択してみなきゃ。あ、よく、でも、同期してたね、今ね。違う方から再生やつしてたのに。結局、あの、やめとく再生するの画面が出るからか。なんだ、こっちから見る方がいいじゃん、うん、試合。そうでしょ？うん。しかも、あんななんか、
ねえ、どっちが敵でどっちが味方か分かるし。薄い画面だ、右側の薄いな。ねえ、こっちの方がいいじゃんね。そうだね。これでだから言ってたんだよ。あ、ポイントっつって。うんうんうん、まあまあまあ。自分のポイントじゃなくても。ゴンズイ地区1295。あなた1026のってやつか。これの、再生した後に、じゃあ、アロシテンからの、応答、やってみる？それで同期するかどうかやってみる？はい。はい。じゃあ、だからそっちは、応答視点にするだけでいいよ。まあね。うん。俺頑張ってアロシテンにしてからやる。はい。一斉のほい。どういうルールで視点が切り替わっていくか。なんか一定ルールがあれば一緒だよね、多分。そしたら。一定ルールとあれだっけ？そう。まずアローに合わせてから、いけ。あれ？真上になったよ。真上？なったね。あ、ほんと。一生懸命頑張った。ああ、戻ったね。誰だこれ。バケツの人になった。バケツだね。あ、じゃあ一緒じゃない？もう一緒だね。ね。ああ、下でカニやって。俺やられちゃって。行って、やられまだバケツの子だね。必戦の子が、うん、ずっと映ってるよ。頑張ってね。ああ、死んじゃないか？倒した倒した。ああ、いいけど。もう裏取ってる、裏取ってるよ。いいけど、君かずっと。どういうルールなんだ、これ。なんか、活躍してるからなのかな、なんだろうね。そうかもしれない。ね。登れないぞ、大丈夫か。危ないぞ。俺になった。なんで俺の視点これ。ああ、ちゃんと。斜め。うん、斜め。引きで登れてないところ。映ってたな。特になんか見どころでもないんだけど。なんかでもあれなんだな。なんかの法則っていうよりか多分。ね、な、乱数的なあれなのかな。なんだろうね。これか、あれなのかね。これから活躍します。ああ、そういうこと？もう終わってる試合だからさ。うん。キルするちょっと前ぐらいから。そうそう。これからキル取りますみたいな。ああ、なるほど。まだ俺の活躍は続くってことこれ。やられそうじゃん、やられそうじゃん。大丈夫。足引っかかってくる。視点変わったんだけど。止まった。やられるんだよ。あの後。ああ。いや、でもあんま関係ないな、多分ね。でもまあ、同期取れてるっていうのはよく分かってる。あ、もう終わっちゃったよ。この人。まあでも、ああ、今、この人行ってるよって。後ろ。ね、結構塗られてる。おー、敵の反撃が始まったぞ。これ何にやれたんだ。俺のロボットボムだった。わかんないな。ああ、来ないしたな。もう全然アロシテンなんないの。アロシテンだよ。あ、じゃあ変わったんだね。変わった。うんうんうん。どっかから変わったね。ナイス玉はの時はアロだった。じゃあ嫌がらせてんだったその時。あ、そう。変わったね。わかんない。あー、なんだ。じゃあ、同期は取れないのか。途中までね、途中までいい感じだったんだけどな。なるほどね。どうですか、炭酸ボムは。いいね。いいでしょ。投げた
軌道が濡れるのね。そうなの、そうなの、そうなんだよ。お大事なの。あれ、美味しい。だから、もうちょっとでナイス玉溜まりそうとする。とりあえず投げてたら溜まる。うんうんうん。それで、行ってなくなっちゃったの。カメラの上っていうのは分かった？意味。シェイクシェイクついてるでしょ？そう。ちょっと軽く、炭酸ボムの話していい？軽くね。うん。